ヨークスはアメリカ海軍の高速輸送艦。チャールズ・ローレンス級高速輸送艦の一隻。艦名は U ボートの攻撃で戦死した水兵のウィリアム・ジェイ・ヨークスにちなむ。ヨークスは1943年8月22日にバックレイ級護衛駆逐艦の一隻としてテキサス州オレンジのコンソリデーテッドスチール車で寄港した。 1943年11月27日に、シャーロット・ヨークスによって、命名、浸水した。ヨークスは1944年6月27日に、チャールズ・ローレンス級高速輸送艦の一隻として AP、APD-69 に、艦首変更された。変更後1944年12月18日に、艦長ポール・イー・オーフィールド予備少佐の指揮下収益した。 バミューダ沖での成長及び、ノーフォーク海軍交渉での修理の後、ヨークスは西海岸を出港し、パナマ運河を経由して1945年3月14日にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。さらなる訓練の後、3月19日にサンディエゴを出港、ハワイ諸島に向かう。3月26日に真珠湾に到着し、マウイ島で、 水中破壊チームと共に一週間の訓練を行った後、西太平洋に展開した。1945年5月1日、沖縄に到着すると、ヨークスは、同海域で6月まで、対戦防御艦、救難艦、護衛艦として活動した。1945年5月10日には、宝手が零式艦上戦闘機を撃墜した。 ヨークスは1945年7月にマリアナ諸島に移動し、4日から10日にかけて、第36戦車揚陸艦隊を沖縄からサイパンまで護衛。続いて、グアム島のアプラ湾に短期艦艇白しその後真珠湾に向かった。真珠湾では、第28水中破壊チームの士官14名及び隊員79名を上官させた。 その後出港したヨークスは1945年8月2日にカリフォルニア州オーシャンサイドに到着した。同地で第28水中破壊チームを上陸用集停 LCT-395 に移乗させ、同日サンディエゴに向けて出港した。1945年8月5日にカリフォルニア州サンペドロのウェスタンパイプスチール車の造船所に移動し、 15日間の修理が行われた。1945年8月15日に日本が降伏、第二次世界大戦は終了した。修理が完了すると、ヨークスは南カリフォルニア沖合で短期間の訓練を行った。1945年9月5日にサンディエゴを出港し、1945年から46年にかけての冬にはフィリピンのマニラ湾、 スービック湾、タクロ湾及びサマール島、沖縄の中グスク湾、グアム島、マヌス島、上海での輸送任務に従事した。1946年1月23日にマニラ湾を出港したヨークスは、新珠湾を経由して、1946年2月15日にサンディエゴに到着した。その年の夏を通して修理が行われ、同地に止まった。 1946年8月19日、サンディエゴで退役したヨークスは、太平洋予備役艦隊サンディエゴグループで、係留された。不活性化状態でおよそ18年間保管され、1964年4月1日に、除籍される。その後、1965年に、カリフォルニア州、ターミナルアイランドのナショナルメタル&、 スチールコーポレーションにスクラップとして売却された。ヨークスは第二次世界大戦の沖縄戦における功績で一個の従軍政賞を受賞した。ありがとうございます。